キメキメモリアルガールズサイド2ハリー一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は3年目最後の、花火大会に行ってきたところですね。で、今日はね、早速3回目の海デート。ね、ハリーの嫌いな海にね、行ってきたいと思います。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。ハリーは、あ、いた。ごめん、待った?ああ、待った。けどお前を待ってる時って、不思議といいフレーズが浮かぶんだよな。悪くないかもな、お前を待つ。いや、なんでもね。なんだ?見えるな、バカ。うわ、すっげえ混んでる。入りてー。とりあえず、着替えに行くか。うん。じゃあ、後でね。ねえねえ、彼女、かわいいね。羽ばたきおよキングの俺と、涙にしようよ。ちょっとすごいさ、さっき受けたからって何、リクエストにお答えしてもう一回来てくれたのちょっとびっくりなんだけど。遠慮しておきます。おお、イライラ注意報発令中。じゃあ、海の家で甘いものでもなんか若干さ、だから、日村さんみたいな喋り方でね、なんかちょっと鼻が詰まってそうな感じ。およキングってことは、泳ぎが得意ってことだよな。もちろん得意だよ。じゃあ、俺にクロールと平泳ぎ教えてくれ。なんだ?任せろ。あのね、お兄さん今超忙しいの。見ればわかるでしょ?僕。なんかここさ、さっきさ、私、パソコン固まっちゃったのかと思って、なんか、なんであの人口動かないんだろう、ここだけ。わかんない。ずるいよ、お兄ちゃん。なんで教えてくれないの?なんだ?追い払うまで我慢しろ。なんだ僕、泳げるようになりたいのに。ひどいや、およキングどうかしたか?怒られちゃう、確か。おいやめろお前、声でかすぎ恥ずかしい。なんだあの逃げ台詞は。おい大丈夫だったか?ありがとう、ハリー。あいつ、泳げるのにもったいねえな。何しに来てるんだよ、海に。ハリー?なんでもねえ。さて、行くか。うん。ハリーが来てくれてよかった。海って、嫌な思い出ばっかなんだよ。これでときめき会話ですね。どんな思い出か聞かせてくれる?ちっちゃい頃、親と一緒に海に来てボートに乗せてもらったんだよ。そしたらでかい波に煽られてボートがひっくり返ってさ、その中に閉じ込められちゃって。覚えてるのが海の濁った色としょっぱい水の味。それからダメなんだ。海も、プールも。そうだったんだ。って言ってまた今度、海じゃない、プールに誘うんだけどね。ああ、言ったらなんか、すっきりしちまった。でもお前、誰にも言うなよ。この俺が泳げないなんて噂が広まったら、ことだからな。マジですっげえ楽しかったわ。なあ。またどっか行かねえ。行ってくれりゃ、予定開けっから。なんだ?毎日でもいいな。こういうの。なあ、まだ大丈夫か?時間。うん、少しなら。じゃあ、それ、俺にくれ。ギリギリまでいようぜ。一緒に。どうかしたか？脈が早えよ。映ったじゃねえかよ。うん。なあ、お前は恋愛ってどうなんだよ。え、どうしたの？突然。お前もこないだ突然聞いてきたじゃねえかよ。あ、うん、そうだよね。なんか、病気だよな。え？一日に何回も感情の波が来て、すっげえ疲れて、寝てても勝手に夢に出てくるし。こういうのって、全部吐き出したら楽になるんかな。ハリー？やめた。まだそういう時期じゃねえような気がするし。それに、多分これって、吐き出したからって楽になるようなもんでもねえだろうし。さてと、帰るか。ハリー。ありがとう、家まで送ってくれて。どうかしたか？また次があんだろ。まあ、これくらいはな。礼には及ばねえよ。じゃあ、またな。ハリーに家まで送ってもらっちゃった。誘ってくるかな、今週。今週は誘われたらちょっと断らないといけないね。遊園地以外は。来たか。あれ、誰だろう。もしもし？オス。絶叫値足りてないよ。ハリー、オス、どうしたの？お前、今度の日曜日って暇か？暇だよな。うん、空いてるよ。じゃあ、臨海公園にでも行くか。ちょっとね、臨海公園も行きたいんだけど、ちょっと、もうちょっと先にしよう。じゃあよ。動物園行こうぜ。ホワイトタイガーが来たからかな。城見てんだよ。お前も一緒に行かね？城もね、いいんだけど、ちょっと、もうちょっと先にしようね。じゃあよ、ショッピングモールに行こうぜ。なあ、水族館行かねえか？水族館もちょっと用事あるんだけどさ、ちょっと来月行こうとしてるの。だからちょっとまた来月ね。ゲームセンターで遊ばね？ちょっと遊ばないかな。おい、じゃあよ、カラオケ行こうぜ。俺の得意曲聴かせてやっからさ。ちょっとまたの機会で。絶叫値が不足してんだよ俺。だから遊園地行かね？だよね、私も不足してた。うん、行きたい。よかった。ハリー？ああ、悪い。ちょっと安心じゃなくて、あ、いや、なんでもねえ。そう？あ、じゃあ今度の日曜日バス停で待ち合わせでいいかな。ああ、楽しみにしてる。じゃなくて、楽しみにしてろ。じゃあな。ハリーにデートに誘われちゃった。あ、すごいブイブイ言ってる。まあいいや。はい、じゃあ今日は遊園地に行ってきたいと思います。待ち合わせに遅れちゃったかな。ハリーは、あ、いた。ごめん、待った？ああ、待った。けどお前を待ってる時って、不思議といいフレーズが浮かぶんだよな。悪くないかもな、お前を待つの。いや、なんでもね。どうかしたか？使ってやんの。おい、それもしかして。うん、ハリーのプレゼント早速つけてみました。さすが俺、見立ては正しかったな。うん、すっごく気に入ってるよ。よかった。じゃなくて俺が選んだんだから当たり前だっつーの。ハリー喜んでくれたね。来たからには楽しまないとな。よし行くぞ。うん。さてとどうする。絶叫時不足だけど観覧車に乗ろうよ。いいぞ。じゃあ行ってみるか。どうかしたか。悪くねえなそのツンツンってやつじゃねえ。なんでもねえ。何してんの天使悪い女だな。ゴンドラの中暑そうだな。これからもっと暑くなっちゃうわよ。今思ったけどこのゴンドラ広いななんかもし観覧車の中に閉じ込められちまったらどうする。じゃあこれでときめき会話ですね。テレビに出られるかも。そんなんでテレビに出ても別に嬉しくもなんともねえよ。それにお前の映像を全国に流されるのもよろしくねえし。それってどういう意味。どういう意味も何もそのままの意味だ。これ以上他の男の目にさらしたくねえっつうか。え？うるせえ引き返すな。これ以上は自分で考えろ。ハリー？お、ナイトパレードがあるってさ。どうする見てっか。うん見たいな。ああせっかくだもんな。よし一番いい場所を探しに行くぞ。ナイトパレードが終わったら楽しい時間も終わりかなんて言ってくるんだろう。じゃあこれで時々会話ですね。今日は疲れちゃったよ。そうだなすっげえ遊んだもんな朝から晩まで。あそういう方向性ね。うん遊園地の隅から隅まで歩いたしね。なあさーてそろそろ行くか。うちに帰るまでが遠足だからな気抜くなよ。遠足か懐かしいね。だろ。あもし帰りのバスの中で眠くなったら寝てていいぞ。ハリーは俺はいいんだよ。寝顔も見るし。え？いいから任せろ。ほら帰るぞ。ハリー。今日はお前と一緒ですっげえ楽しかった。また誘ってやっから付き合えよ。どうかしたか。楽しかったんだから笑ったっていいだろ。うちまで送らせろよ。長くいてんだよお前と。どうかしたか。お前脇甘すぎだってなんかいや意味は分かったんだけどさちょっと処理が甘かったのかなっていうありがとう家まで送ってくれて。なんだ場所考えろって。まあこれくらいはな礼には及ばねえよ。じゃあまたな。ハリーに家まで送ってもらっちゃった。久しぶりにチュームと遊ぶか。あ今日は自由な日。1回だけなんだよな。秋がね結構暇だから1回だから全然余裕あるね。ちょっと寝とこうかな。ヘア弁よし。取ってくるから今週。こっち読みか。ちよみちゃん、これから帰るところですか？うん。ねえ、一緒に帰らない？そうですね。帰りましょうか。うん、帰ろう。お姉ちゃん、いる？そうか。まあ、今月は時間あるからいいよ。またてるくんから淡路くんもうそろそろ来るような気がするんだけど。文化祭ぐらいだっけ？ん？どうしたのゆうくん。最近さ、誰かとなんかあったんじゃない？何にもないんだな、これが。もしそうならさ、今のうちにフォローしておいた方がいいと思うよ。ボス、今、ちょっといいか？来ると思ってたよ。ボス、ハリー、どうしたの？改まって。今度の日曜日って、お前、空いてた？里水族館あたりでどうかな？空いてるよ。ゲームセンターで遊ばね？ああ、音ゲーできたのかな。誘ってくるね、なんか最近。じゃあ、臨海公園にでも行くか。臨海公園なら、いいだろう。うん、行きたい。はあ、よかった。ハリー？ああ、悪い。ちょっと安心、じゃなくて、あ、いや、なんでもね。そう？今度の日曜日、羽ばたき駅で待ち合わせでいい？ああ、楽しみにしてる。じゃなくて、楽しみにしてろ。じゃな。ハリーにデートに誘われちゃった。はい、じゃあ今日は臨海公園に行ってきたいと思います。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。ハリーは、あ、いた。ごめん、待った？ああ、待った。けど。まさか。けど？お前を待ってる時って、不思議といいフレーズが浮かぶんだよな。悪くないかもな、お前を待つの。いや、なんでもね。なんだ？俺もつなぎてえと思ってた。来いよ。しおり。ああ、今日の服。あ、これ？おかしいかな？ちげえよ。すっげえ似合ってんなって。そうかな。やった、この服ハリー気に入ってくれたみたい。じゃあ今日は、メシャードブリッジ展望台に行こう。おう、行くか。どうかしたか？もっと触ってもいいぞ。あら。なんか、テンション高い奴らが多くね。じゃあこれで、ときめき会話ですね。気分が舞い上がるからかな。そうだな。実際、さっきお前人に押されて、すげえ近づいたじゃん。その時はさすがの俺も、うわっ。え？じゃねえよ。なんでもねえ。本当に？本当だって。よし、次行くぞ、次。うん。ああ、びっくりした。ハリー？今日は、お前と一緒ですっげえ楽しかった。また誘ってやっから、付き合えよ。なんだ？もうちょい、痛えな。なあ、まだ大丈夫か？時間。うん、少しなら。じゃあ、それ、俺にくれ。ギリギリまでいようぜ。一緒に。どうかしたか？お前のも、触り心地良さげだな。うん。ところでハリー。あ？じゃあこれで、最後の質問ですね。ハリーは、キスってどう思う？あん時は、将来自慢しろとかって軽く言っちまったけど、実は自慢してえの、俺の方だ。え？自慢って？何の話か分かってねえみたいだな。めちゃくちゃ気にしてた俺がバカみてえじゃねえかよ。あ、やっぱり内心は気にしてたんだね。うわっ。もういい。そのまま記憶飛ばしてろ。怒っちゃった。ありがとう、家まで送ってくれて。どうかしたか？場所考えろって。まあ、これくらいはな。礼には及ばねえよ。じゃあ、またな。ハリーに家まで送ってもらっちゃった。今週はバッチリ頑張ったよね。お前、センス良くなったんじゃね？ちゃんと学習してるみたいだな。よしよし。やったね。よし、じゃあ、今日は爆弾をね、ちょっとささっと解除しちゃおうと思います。よし、じゃあ、水族館にお誘いするか。あ、ハリー？藤本しおりだけど。ハリー？あ、悪い。俺もお前に電話しようとして通話ボタンを押したとこだ。じゃなくて、なんだよ。なんか用があんだろ。早く言え。9月21日に水族館に行かない？行く。つうか、行かないわけねえだろ。じゃあ、9月21日に羽ばたき駅で待ってるから。うん、楽しみにしてる。じゃなくて、楽しみにしてろ。じゃあ。やった。早く9月21日が来ないかな。じゃあ、今日は水族館に行ってきたいと思います。ねえねえ、彼女、一人？俺とお茶しない？いえ、私、待ち合わせしてるんで。でもさ、さっきから見てたけど、誰も来ないじゃん。ね、行こうよ。おいお前、そろそろその中途半端な面引っ提げて解散した方がよくね？どうかしたか？悪い、遅くなって。ハリー。はあ？何が中途半端な面だ。ふざけんなよ。はあ、これだから自覚のない奴は。いいか、これからの時代。どうかしたか？俺の後ろに隠れてろ。これからの時代なんだよ。気になるだろ。よーし、耳貸せ。なんだ？大丈夫だから落ち着けって。いいからとっととうせろ。うわー！覚えてろー！本格派ボーカリストの声量をなめてんじゃねっつーの。あいつしばらく再起不能だな。頼みろ。おい大丈夫か？悪い、遅れたばっかりに。私は平気。ありがとうハリー。あ、じゃ行くか。うん、ハリーが来てくれてよかった。さてと、お前どこに行きたい？巨大水槽でジンベエザメを見よう。いいな、面白そうじゃんそれ。なんだ、反則だろ、その上目遣いはよ。こいつってただでかいとかじゃなくて格が違うような気がしね。水槽の中の王様だね。ああ、そんな感じ。お前の表現ぴったりだよ。まさにキングって風格だよな。キングって言われるとおよキングを思い出したんだけどやったね、バッチリ好印象。どうかしたか？やらしいやつ。マジですっげえ楽しかったわ。なあ、またどっか行かね？行ってくれりゃ予定開けっから。どうかしたか？お前も帰りたくねえだろ。なあ、まだ大丈夫か？時間。うん、少しなら。じゃあ、それ俺にくれ。ギリギリまでいようぜ、一緒に。どうかしたか？もういい。好きなだけやれ。特別だ。うん。ありがとう、家まで送ってくれて。どうかしたか？そんな顔されたらいけねえじゃん。まあこれくらいはな、礼には及ばねえよ。じゃあまたな。ハリーに家まで送ってもらっちゃった。はい、ということで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。